どうも、キックです、えー、今回はですね、えー、ダブルリンを使って巨人高速周回ということで、えー、ダブルリンスキルマレベルマになりましたので、えー、こちらのパーティーご紹介していきたいなと思います、えー、巨人高速化の、まあ、コツであったりとかも解説していきますんでよろしくお願いします、えー、まずパーティーで重要なのが行動順なんですけど コード順はガーレオン、ルシェン、ルシェン、リン、リンこれが鉄板ですね、えー、ガーレオンのコード順3番目にした方がいいっていうような話も耳にするんですけど、えー、ガーレオン最初に動かした方が平均タイム速くなるんで、えー、こっちの方がおすすめです、まあ、なぜルシェン先に動かすかっていうのは、まあ、道中ルシェンの切断で抜いていくからでリンが活躍するのはその中ボスとボスだけになります 残りはルシェンがもう全部一掃してくれるんで、リンの出番ないです。中ボスとボスだけになります。んで、ルーン紹介していきましょうか。えー、1体目のルシェン。これ、激動ルシェン。1軍のルシェンですね。まあ、こんな感じです。ルシェンはまあいいでしょう。これもうこう、ルシェン。全然ルーン更新してないんで、あんまり強くないですけど、えー、巨人でしか使ってないですね。はい。で、ガレオン。 で巨人の後続集会ガレオンの的中が重要になりますえ中ボス、えー、あいつなんと抵抗100%あって、えー、なかなかデバフ入れません、えー、敵中は85を確保するようにしましょう、えー、なぜ85%なのかっていうと、えー、サマラーゾーンには最低抵抗確率15%っていうのが保証されていて、えー、85%以上 以上的中を上げても、えー、15%抵抗されてしまうので、えー、意味がないんですよ。で的中100にした時と85%にした時で、えー、同じ相手殴って的、えー、中確率どうなるのかっていう検証を僕したことあって結果結果85%付近で100でも85でも落ち着いたんでえー 間違いない情報です。はい検証結果がちゃんと出てるんでね、的、えー、中100は意味ないですね。で、僕94、94%なんで今、9%, 9無駄になってますんで、どっか本来は的中削って、他のステータス上げるのがいいんですけど、えー、正直、カイロスにしかガーレオン使ってないんで、そこまでする必要は現状ないかなと思ってます。はい 本来オール投手で組むのが理想なんですけども、えー、6番、的中パーの投手ルーン持ってなくて、えー、作れませんでした、まあ、オール投手無理やり作って回ってみたんですけど的中が足らずに平均タイム落ちましたで、えー、迅速のガレオン使ってます。迅速集中いつか6番 的、えー、中パワーの投資ルーン拾ったら、えー、投資ガレオンにしたいなと思ってます、まあ、投資なくてもうちのルシェンちゃんと道中ワンパンしてくれるしリンも軽く足りてないわけじゃないんです、えー、劇的にタイムが変わるわけじゃなくてそんなに投資源泉を頑張ってるわけじゃないですねはい、えー、最速狙うならもうルシェンルシェンもオール投資ガレオンもオール投資これが理想ですねここまでやれば多分タイム縮みますねはい 続いて、リンのルーン。これが、激動刃の、激動刃リンですね。えー、激動は対人用に、なんだろう、うザイロスとかルシェンとかにつけて、あまりルーンなんで、大したルーンついてないです。これ、レアだし、これ攻撃パーついてないし、これなんかゴミみたいなルーンだし <laughs>、うーん。これもレアか。あ、これだけクリン20パーついてんな。なんか、とりあえず、 クリだけ100%にしましたみたいなルーンなんでえ全然大したことないですなんかジェムとかレンマとかするだけで、まあ、このぐらいのステータスになるんで皆さんレード頑張って回りましょうえー、これがまあリンリン1で次おっとっとこれがリン2えっ、ー、と速度伸びなかった人の速ルーンで適当に クリ100にしたリンですねなぜか敵中が51%あるっていうよくわかんないリンになってます、まあ、速度伸びなかった迅速ルーンと、えー、クリ率が跳ねた適当なルーンで組んでます、えー、多分もうちょっとちゃんとしたリン作れたと思うんですけど、まあ、現状クリ100になったからいいやって感じですねもう本当にカイロスに関して僕こんな感じなんですよね対人は頑張るんですけど とりあえず回れればいいやっていう方針ですでちなみにこのダブルリン、えー、ちょいちょい事故ります事故ゼロは無理でしたどんなにルーン厳選しても事故ゼロは事故ゼロは無理なんで、えー、最速タイム狙うとかじゃなければ1、えー、体リンをライカにするなりファーにするなりして、えー、事故を減らした方がいいと思いますそうすれば事故ゼロになると思いますんで そっちの方がおすすめですまあただすげえ事故るってわけじゃないんで、えー、最速タイム出したいって方はダブルリンおすすめしますはい前置き長くなっちゃいましたねで早速やっていきたいと思いますえー、なんかいい感じのタイム出たのと事故ったパターンを取りたいんで、えー、それまでひたすら周回しようと思いますでまあいらない部分はカッ,トしカットしていこうかなって感じですね はい、ではやっていきましょう。 お、いいタイム、いい感じのタイム出ましたね。28秒。これ採用しようかな。 お、これいい感じですよ。あ、パントム打たなかった、2体目が。<laughs> 打たなかったですね。29秒。というわけで、ちょっと、事故んないんで <laughs>、えー、えこれで終わりたいと思います。よろしければ、チャンネル登録、コメント、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。また、質問などあれば、コメント欄にて受け付けますので、 えー、ぜひ、えー、質問していってください。ご視聴ありがとうございました。